では今回は、VASP の、SCF 計算の後について説明したいと思います。前回かその前ぐらいちょっと間違ったことも言ってるので、今回ちょっといくつか修正したいと思います。まず、こちら、前回の時にはニッケルに鉄を1個置換した計、222のニッケルに鉄を FC 鉄を置換した計になってますね。終わりになるとこのように出てきます。でここにいくつかなんか読むとなんか不安になってくるようなものが書いてあるんですけども、うまくいってます。なので、まあ、こういうところは無視し、こういうところの部分は無視、これは MPI 並列で行っていると出るんですけど、こういうところは無視していただいて、まあ、ここでうまくいってるなということですね。で、あともう一つ、説明しておくことがありまして、ここにダビット、DAV って書いてあります。これはダビットソンの方法で、計算しているということです。で、DMM って出てくるのもあります。DMM 法もあります。で、DMM 法の方がまあ早いんですけど、順番点になっていくので、多くの場合はこのダビットソンで計算した後に、いくつかダビットソンが渡った後、DMM と出てくることもよくあります。今回の場合は、ずっと見ていてもそれではなくてダビットソンで終わってますね。まあ、ダビットソンの方が完全に安定に収束しますので、まあ、問題ないです。で、このターミナルがどこに通じているのかという、どのディレクトリに対応しているのかというのは、まず PWD と入力します。で、エンターを押しますと、ここに対応しているディレクトリが出てきます。ではまず見てみましょう。プレイスのホームを見て、ホームを開いて、この次バスプのところになっているかなってますね。で、その後にラージのバスプを探します。これですね。で、その後にスモールバスカールというところの、もうバスプのアンダーバーカール君のところのニッケル鉄というのを開きます。こうなりますね。で、これが、こちら計算した結果がこちらに出てます。それで、結果ですけども、まず構造最適化した結果はこのコントカー CNTCAR というものに表示されます。ポジションのまず最初の入力ファイルの時にはこうでしたから、これをコード再利化したら、こういう、この、格子定数になったということです。で、これはもうバスプでコードすぐ見ること、あ、バスプではベスタですぐ見ること。これをこのままスポーンと入れれば、コード再利化後のコードが見えます。あまり見た目に、原子位置が変わっているようには見えませんね。まあ、そういうもんですね。いくつかこの見ていくと、まあ、細かくディレクトリがわずかに、下3桁目ぐらいで変わってますね。まあ、これだともうほぼ数パーセント内に収まってしまうので、どう変わったかっていうのは議論するのはなかなか見た目に難しいところになります。まあ、こうやってバスプで調べていって、どれぐらいの変化までなってるのかということですね。 0.2% もっと少ないですね。 0.1% ぐらいの変化でしかないですから、まああまり気にする必要もないとも言えます。で、まあ、格子定数はちょっと変わっ、ちょっともう一回見てみましょうか。すみません。計算する前と計算した後で、格子定数は変わってますから、格子定数については、まあ、ちょっと検討はする必要があるなということは言いますね。それで、電荷密度分布です。前回これ CSG って言ってたんですけど、収束が終わった後、ちゃんとしたものっていうのはこちらですね。ちゃんと中身見ていただくと分かるんですけど、ここに、格子調数、定数のやつが書いてあります。で、この CHG カーの方が、もうちょいちゃんとした、こうして、構造最適化した時の値になっています。ちょっと見てみましょうか。並べてみてもいいですね。こちらとこちらで同じ値になっています。ですので、こちら、この CHG カーっていうのを使ってください。それで、まあ、電荷密度もちょっと今から出してみましょう。まず入れて、ファイルを入れて、ちょっとめんどくさいことをやってるんですけども、まあ、とりあえず、このようにして、で、CG カーとしてオープン。で、リプレイスでボアからオングですね。で、このようにしていきます。で、これで、オングストロームタイになってますから、オブジェクツのプロパティのアイスサーフェイスで、まあ、このようにして、0.5 ぐらいかな、と入れると。まあ、0.4 にしましょうか。0.3。うん、そうですね。このようにして。このようにして、つながりどうなのかというふうに見ていきます。で、これの二次元カットのデータも見ることができます。ここのユーティリティーズの 2D データディスプレイっていうので、見ていただくと、見ることができます。で、例えば、
001名のところを切ってみたらこういうふうになりますよと出ます。あと、コンターバーのプロットもできますから、これはいくつかいろいろと使っていただいて、2次元で見たり、3次元で見たりしていただけます。であと LINE プロファイルもできる機能もついてますので、LINE プロファイルも見ていただいて、どういうふうになっているのか、これですね。こちらの LINE プロファイルを見ていただくことによって、例えばここからここまでの間で、どういうふうに、どのように電化密度が変わっているのかと。例えば、あとはこの対角線とか、いろいろな線上で、どのように変わっているのかというのを見ることができますので、それも比較していただけたらと思います。それで、一応、パースプの場合は、あとは、普通に計算した後でも、トータルドスだけは、出ます。あ、でもなんかこれちょっと出てないですね。不思議ですね。まあ出る場合と出ない場合があるみたいですね。で、大事なものとしてはこのアウトカーというのを見てみます。で、こちらにも、アウトプットのデータが出てまして、例えば最終的に終わった時には、公式ベクトルと逆公式ベクトルの値がどういうふうになってるので、あとは原子位置はどういうふうになってるのかというのがこのように出てきます。あとトータルエナジーも出てきます。このエントロピーなしのエネルギー、この一番最後のところを見てもらって、ケースエネルギーの計算をしていただければと思います。で、あとこのエネルギーの細かな内訳というのはもうちょっと上の方を見るとここに出てきて、こんなふうに、あ、これではないですね、もうちょっと上の方に出てきますね。このように、どういうふうに成分がなっているのかとか、交換光とポテンシャル足したらこういうふうになりますよとか、いくつか出てきます。で、このように、見ていただいて、どういうふうなエネルギーになっているのかっていうのを検討していただいてもいいです。で、一応、前回の時間違えて指摘してしまったかもしれないですけど、その動画もしかしたら消してしまってるかもしれないですけども、こちらのエネルギーというのは、計算方式によって、全エネルギーというのは計算方式によってだいぶ変わってきます。ギーポテンシャルを使っている場合には特に、内角偽物というか疑似的なものにしてますので、だいぶ変わってきます。使っているギーポテンシャルにあっても変わってきますので、比較する場合には同じギーポテンシャルを使って、計算していただくということですね。あとは同じ計算コードで同じ条件のものを、計算していただいて形成エネルギーを出すと。で、できてきた形成エネルギー、算した形成エネルギーであれば他の計算コードと比較しても大体いいかなとは思いますけど、まあ、できるだけ誤差を少なくするために同じ計算コードで比較していただくというのがいいと思います。まあ、プラスそちらの方がまあ比較もいいでしょうし、まあ、どうしてもダメ難しいとなれば、まあ、参考程度にいろんな計算方法、例えば赤い KKR などの KKR 法で分析したもので見ていただくということですね。まあ、KKR が有利な場合と不利な場合いくつかありますので、お手持ちの計算の環境で、最もいい方を選択してもらって、議論していただくということですね。まあ、ベストな、本当は全部同じのでスルスル計算できればいいんですけど、まあ、スーパーコンどこでも持ってるわけではないですし、研究室で潤沢に計算資源をどんどん使えるというわけでもないですから、まあ、それはしょうがないかなと思います。で、次に、状態密度の計算をいきたいと思います。まず、状態密度の計算ですが、私の場合はこのポジションカーをまず、リネームしてコピーしてこれ捨てます。あ、まあ取っといてもいいんですけど、例えば1回目の時のやつで、このコントカーをコピーして、あ、コピーする必要ないですね。この出た結果のものをこちらにします。で、これでコード最適した時のポジションのになってますね。それで、あとは書き換えるのは、K ポイントですけども、こちらを、私の場合はだいたい倍ぐらい、まあ、あの KKR と同じですね。444から888にするみたいな感じで、オープンします。それで、あとは、インプットのファイルですね、こちらです。こちら書き換えます。で、こちらを見ていただいて、この第一原理計算の便利なんですけども、これのバースープのインカーのフォーマットの度数と書いてあるところですね。こちらの方
コピーして、そしてベースとしてもらうということです。まあ、やってられることはここの SCF と SDC のオプティマイゼーションのところを、コメントシャープをつけてコメントにして、度数って書いてあるところの部分を全部シャープを取って、コメントなしにしてこれで計算しますよということにしています。で、まあ、これでいいですので、このまま計算しようと思います。さて、では、これで、計算のコマンドですけども、前回のものがある場合には前回のコマンドで構いません。前回のコマンドというのはこうなります。 MPI ランのスペース -np で、はい、スペース4、これ4コアで計算するんですね。で、ウェーブ、これです。で、これを押せば計算が始まってくれます。で、これが終了すれば、状態ミスの分布の結果が出ます。まあ、これも結構かかりそうなので、今回はこれで終わりにしたいと思います。また計算が終わったらその続きを説明していきたいと思います。